真夜中のウェーディング。梅雨も明け、海水浴場などが人で賑わいを見せる季節の話です。職場の同僚などは仕事を終えるとみんなで飲みに行ったり帰宅する中、私はというと5年ほど前に始めた、ウェーディングという海や川などに腰ほどまで浸かり、普段岸辺から狙えないような魚を、 疑似エなどで狙う、ルアーフィッシングにどっぷりハマっている時期がありました。その日は仕事が遅くなり、釣りに行くかどうか迷いましたが、大潮の晩ということもあり、職場からほど近い海水浴場近くの河口に入ることにしました。釣り場に車を止めて月明かりに照らされた釣り場を見ると、大潮の干潮ということもあり、海は干潟状態。 気持ち程度の川の水が海に流れ込んでいました。釣り場には私一人。早速、ウェーダーと呼ばれる胴長を着て、ヘッドライトを頼りに200メートルほど、干潟を海側に歩いていきました。余談ではありますが、干潟を歩いた先には、急に深場になるブレイクと呼ばれる魚の溜まり場があり、そこが驚くほど釣れるのです。 干潮から揚げ潮になると地形の起伏が激しい干潟は一面海の底になり帰りの道中安全なルートがわからなくなることがたびたびあるため私はいつも細い竹を2、3本道中に刺して目印にしていました釣り場について釣りをしていると初めこそ当たりはありませんでしたが揚げ潮が効いて海水が 足首から膝下くらいまで上がってきた時には面白いほど魚が釣れました。海の特性を知っている人は揚げ潮が入るとたちまち水が押し寄せてくることは承知ですがその時は本当によく釣れて私はもっと大きいのが釣りたくて夢中になっていました。海水が腰下あたりまで来ると少し波が出てきてそろそろ下がらないとと思い ゆっくり海を歩いていると、ふと海水浴場の方から、若い女性たちが何やら談笑している声が聞こえました。海水浴場からはそんなに釣り場から離れておらず、たびたび若者たちが夜中に花火やらキャンプやら騒いでいるので、特に気にしませんでしたが、あまりにも楽しそうにゲラゲラ笑っていて、だからよねー、マジウケるわー。 と聞こえているので、一体何の話をしているのだと少し気になってしまいました。聞き耳を立てながら海側から一本目の目印まで下がり釣りをしていると、おじさーん、釣れると一人の女の子が海水浴場から話しかけてきました。私は聞こえないふりをしました。急に話しかけられて驚いたっていうのもあったし、 もし自分のことじゃなかったら恥ずかしい、と思ったからです。すかさず、そんなところで釣りしたら溺れちゃうよ。と、ゲラゲラ笑われたので、少しムッとしましたが、無視し続けたその瞬間、ねえ、聞こえてるでしょ。と、右耳に吐息が当たるくらいに、後頭部から囁かれました。一気に血の毛が引き、全身に鳥肌が立ちました。 胸から込み上げてくるこの感覚はまさに心臓が飛び出そうという言葉がぴったりでした。先ほどまでゲラゲラ笑っていた若い女性たちは嘘のように静まり返りこちらを数人で見ています。見ていると言っても夜なので人型の影が一列に並んでいるだけなのですがいても立ってもいられなくなり構わず振り返り 岸辺まで急ぎました。しかし海水はすでに腰上まで来ていて、なかなか思うように歩けない。ふと女性たちを見ると、全員が私の方に向かって、指を刺しているシルエットが見えました。その瞬間、足に何かにゅるっとした感触が当たりました。もう訳がわからなかった私は岸まで叫び、もがきながら走れないけど走りました。 途中、ヘッドライトの明かりに照らされた海中に、白い魚のような、人のようなものが私の周りをぐるぐると泳いでいました。この特性を聞いて人魚では、と想像した方もおられるでしょうが、あれは全く違うものでした。白い大きな鯉のような魚に、長い髪と大きな目と、口が真上について泳いでいるのでした。 腰が抜けそうになりました。やっと浅瀬について浜辺に飛び込むと大きな魚は右に左に泳ぎながら頭についた大きな口でゲラゲラ笑っていました。もうあれが何だったのか知ろうとも思わないし知りたくもないです。あれ以来ウェディングも夜釣りもやめました。皆さんも水辺のレジャーには くれぐれもご注意ください。